こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は名盤中の名盤、スモークオンザウォーター、名曲ですね。もう誰でもが知ってるこの曲だと思いますが、じゃ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 というブルーノートを使ったフレーズです。これね、8小節間はドラム休みで、そこからハイハットで入ってくるんですが、コツはですね、イアンペースは1個目と4個目のアクセントが多いですね。なので、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウンをしっかり練習してもらおう。例えば、こういうのとか、最初のフレーズもそうだし、すごいこのフレーズ多いですよね。というわけで、最初はまあ、表にアクセント書きましたが、4拍目にもちょっと、ダウン、ダウン、ダウン、1回だけ開けます。ここは開かないので、この2小節目のここだけハイハットの3つ目にハイハットを開きます。そしたら、次はタッ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 、とりあえず1個ごとにだん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 こう積み上げていく感じで、次がベースがボン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 って入ってくるんですが、ここはバソラ裏打ちです。タッタッタッ、スネアと一緒。で、バスラーさんというふうになっていって、だんだん積み上げていきます。ここバスラー支部でもいいと思います。で、タタンタ、ここの手前にラフが入っているので、つくつくたつつ、3つまで叩いたらラフに行ってという意義ですね。で、 A に入る。A はですね、ドゥッドゥッタ、ドゥッドゥッタってバッキングがあるので、バストロはでもいいと思います。これ2回目のリピートから、これ声尿タイムからって書いてありますが、声尿、ちょっと読みにくいです。声尿タイムからバストロ2つって書いてありますが、これ最初からこれでも全然いいと思います。大事なのはアップダウンですね。このダウンするときは手のこう全体を使って、で、手首で上げるときにもう一回打ってあげる。まあ、これはいろんな動画出ているので、いろいろ見ていただける。また特化して練習したいと思いますが。で、イアンペースはね、結構バディリッチのコピーが多いんで、ものすごくこの3ストロークよく使うんですね。これがここの最後の8部ですね。これ3ストロークだと思う。右、右、左。で、次は、ここの部分ですね。ここはフロアから、ここ左から下っていくっていうのがポイントですね。で、もう一個のところもここハイハット開いて、これも同じ3ストロークが入ってます。で、ここの部分ですね、ドカタカタツツカタンタン、これは伸びたくんフレーズですね。最後ビーター伸びたくんってなります。さあ、くんが足なので、これだけで練習しましょうね。伸びたくんって発音してるといいですね。で、ここを、このスラッシュがここの書いてあるんですが、これはもう3ストロークです。フィールがやっぱりバディリッチは3連のフィールが多いので、やるとイアンペースっぽくなりますね。まあ2回目とかも一応取っておきますが、まあ最後が、うわ、3ストローク使ってんのかシングルなのか、どっちでもいいと思いますが、まあ流れ上3ストローク右右左を使ってるんではないかなと思われますが、最後タロロロンとか、こういうフィルイン多いですよね、最後はね。ということでございます。これ3回目もちょっとややこしいことやってたんですが、もう紙面が少なかったので自分で撮ってください。で、サビのとこですが、
ドッタンドドタン、ここは前2小節はもう普通に全部このままでいいと思います。で、Fire in the sun のところはここシンコペーションで、シンコペーションを受けて、こういう風でもいいと思いますが、この伸びたくね、伸びたくでもいいし、で後半はそういうややこしいことやってますが、これは別にそのままでいいと思います。で、ここはバソラシブなんですね。だからこれ8部で言っても、ね、ベースも一緒に動いてるからね、ということでございます。でギターソロはさっきのお得意のね、でタタタタタタとタタとかなという感じのフィルインの組み方です。で最後はこう最後6連符、これ思いっきりやってる感じですね。あとはタカタカタカ、まあこういったフレーズがいろいろ入ってますが、基本的にはまあ全部フィルインなので何変えてもらっていいと思います。でギターソロ、これ2回やって抜けた後はここもまあ3ストロークですね。でタンスカタドーンパっていうのは決めてあるので、これ決めていただければと思います。まあなんか自分なりの決めみたいな。で、ここに戻るんですが、ここはもう最初からバソラ8部でいいと思います。でまあ3コーラス目終わったら最後ここもあとダッダッタダッタッタ、ここコード入ってないですか、ダッタッタラをずっと繰り返してまして、もうこれでこのまま終わっちゃうんですけど、有名なフレーズを一応ダッタッタ、これライブイン東京なんですか、ここも3最後3連符になってますから、これが結構定番ですね。このタタン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 タンタンってやるとギターの人が合わせてくれるっていうのが定番なので、実際は最後3ストロークが入ってになってますが、まあ結構みんな合わせてくれます。というわけでこうもう知っておかなきゃいけないもう定番のフレーズの満載なので、この曲はこうやって積み上げてくるところ、ここを結構みんな見逃しがちですが、バスドラ裏打ちです。でバスドラ8分になります。でね、こうあの8ビートになった時のこのアップダウンですごいハードロックな感じを出しておいて、でここはもう頭打ち、ファイアーインザスカイの頭打ちで合わせてシンコペーション合わせて間をフィルインで埋めるという、でまたこうダッダッダーに戻って、でドラムソロの時はターンという風ですね。であとはまあ最後この6連符でこういう風にやったりしてます。ここは多分シングルで思いっきりいってると思いますね、ここはね。でまた抜けて、でタッチャン、これベースと合わせてるのかな。で制御マークに戻ってもらって、であとコーダで飛んだら、これはもうエンディングなんで、ダッタッタダッタッタダーっていうのをずっと繰り返してます。じゃんじゃんじゃーん、でタタン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 タラランが待ちで、ダーダーで終わりということでございました。というわけでこれ吹奏楽のやつでもこの最後のフレーズ出てきてて、このこれね有名なフレーズなので、吹奏楽の場合は入りがまあまあロック系の定番のパターンなんですよ。これ難しかったら別にこんな感じでいいかなと思います。これでも全然問題ないと思う。おだだだだだだ、今のワンツースリーフォーが聞こえればみんな入れるので、指揮者に合わせてこの足2つ難しければ3つ打つとか
三つ足一つっていうのもパターンですね。低音、バスラの一番低い最低音が入ると音が分厚くなるので、これ頑張ってやっていただければと思います。というわけで、これは吹奏楽でも出てきますし、まあドラムもやってて、ちょっとロック系をやるとなったら一度はやる曲なんではないかなと思いますので、譜面を取っておきました。ためになったなっていう方はぜひいいねマークをしていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンに登録していただけると、この譜面がダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ、メールマガジンの方を、登録していただけたらと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。